はい、皆さんこんにちは。坂木敦でございます。4時をちょいと回りました。3月はですね、4日の月曜日でございまして、日が陰りましたね。この時間になるとですね、ここに日が入ってこない、陰ってはいないのか、日は照ってるんですけども、この部屋には入ってこないというですね、ちょっと悔しい現実があるんですけど、この部屋、こっちが南なんで、西があっちなんですね。だからこっち側に窓ないんですよね。あっちが東なんで、あれなんですけども、こっちに窓があればいいんですけど、こっち隣の住戸でございますからね。はい、参りましょうか。本題、産経新聞でございまして、これは昨日の20時に出ました田村秀夫先生の記事ですね。上田日銀は日本をデフレに引き戻す気か、需要縮小の元凶は実質賃金の低下だ、田村秀夫先生、お金は知っているというシリーズ。これ夕刊フジに載ってるシリーズなんですね。ちょっと読みましょうか。もはやバブル後ではないとは、日経平均株価が1989年12月29日の 38,915円を超えた2月22日付の日経新聞電子版記事の見出しである。株価に引きずられるのはメディアだけではない、日銀もそうだと。これね、株価、日経平均を言うてますけど、今日なんかですね、日経平均は4万円を超えたんですけどね、トピックス下がってるんですよ。どういうことやねんということですね。日経平均は日経225とも言われましてですね、225銘柄のですね、いろいろこう加重平均をしてるわけですね。こういろんなあれを方式で。で、やってますんでですね、この一部銘柄をですね、集中的に買ったりすると上がるんですよ。主要銘柄を買うとですね。ソフトバンクと東京エレクトロンと、もう一つどっかですね、なんかその3つが御三家らしいんですけども、ガンガン買われてます。まあ主に外国の投資家、外国系の投資家が買っているというふうに言われてますね。だから日経平均上がってるということですけど、トピックスというのは全体的な平均なんですね。だから全体的には下がってるのに、なぜか日経平均は4万超えてやったーってやってるわけですね。はい、続きます。さあ続きます。日銀のスタッフたちは証券会社幹部に金利は上がりますと解き回ってる。へえ、そうなんと、これ読んだ時に、ね、思いました。へえ、そうなんということは金利上がんねんなと。今月のですね、18、19がですね、日銀の政策会合です。さっきもですね、さっきというか昨日も記事一つ送りましてですね、もうすぐ日本の不動産が下がんでという記事を書いたんですけど、その一つの根拠はですね、金利上がりますよということですね。で、あとですね、世界的に不動産が下がってるんでですね、日本も下がりますよというようなことをですね、記事にしまして、とあるメディアに送りました。まあ、出るかどうか分かりませんけどね、今ですね、こう検討なさっているところだと思います。日本の不動産も確実に下がるんですよ。そりゃそうでしょう。その本来のですね、需要がなく上がってきたわけであって、本来不動産、私の分野はマンションですけども、マンションって本来住むためのもんでしょう。住むためのもんがですね、住むためではない、値上がりのために買われた需要によって上がってきたわけであって、いつかはですね、住むためのものに戻るわけでしてですね、そのですね、バランスが今悪いわけでして、そのバランスの調整がですね、今後行われますよという原稿を某メディアに書いたんですけどね。その時の一つのネタが金利でございます。でもですね、日銀の人たちがですね、証券会社にそう触れ回ってるということはですね、多分上がるんですね。金利の引き上げを株価に織り込ませるための組織的なキャンペーンである。22日の衆院予算委員会では、日銀の植田和男総裁がデフレではなくインフレの状態にあると断じた。インフレ、デフレは厳密な検証が必要だが、植田氏はあえて状態というぼかした表現で、日本の経済はもはやデフレから脱し、インフレ局面にあるかのような印象を国会の場で作って世間に振りまいた。日銀は都にも各にもゼロ金利政策解除に前のめりである。まあ、日銀というよりも上田さんみたいですね。その自分がこう歴史的な業績を上げたいとお考えのようでしてですね。ただですね、その何て言いますか、彼は根性なしですから、ビビッドなことはしたくないわけですね。慎重にですね、その前振りをしてですね、
で失敗はしない、後で非難されないようにしたいわけですね。日銀の総裁というのはですね、非難にさらされやすいもんでございます。前総裁の黒田晴彦さんはですね、今一部方面から猛烈な非難にさらされています。その前の白川さんもですね、猛烈な非難にさらされて、その前の福井俊彦さんも猛烈な非難にさらされていますからね。金利があってこそ金融は正常化するというのが日銀の信念なのだろうと。その前提となるのは脱デフレのはずだが、それが確定したとは言い難い。日本日銀は前にも重大な判断をミスをしたと。2006年の話をこう書きになってます。ちょっと飛ばしますね。今回はどうか。グラフは平成バブルのピーク時の1989年12月から今年2月までの日経平均株価と実質賃金を対象させていると。この田村先生はですね、もうデータでいつもですね、必ずグラフを出してですね、データでですね、この記事を書きなので素晴らしいです。私めったにしません。まあ私はまあエコノミストじゃないんでね、そのまあこういうのは旗から見てなんやかんやと言ってるだけの人間なんで、データ苦手なんですけど、田村先生はいつもデータですね。ただしデータというのはですね、過去のものであって未来のものではないですよね。データの予測する通り経済が動いてるかというとそうでもないんですよ。データの予測通りであればですね、これは素晴らしいことであってですね、未来は予測できるわけですけど、なかなか予測はできないというのが現実ですね。本文冒頭で植田総裁がデフレの定義を素通りしていると指摘したが、実質賃金の低下こそが1990年代後半から続く日本型慢性デフレの元凶である。 J.M. ケインズはデフレについて物価がこの先下がるという予想が続く状態と定義した。その予想をもたらすのは需要不足であり、需要減少の元凶は実質賃金の下落であることは中学生だって理解できるだろう。実質賃金とは何かと言いますとですね、賃金の上昇率よりもですね、物価やですね、高素効果ですね、あるいは社会保険料のですね、上昇がそれを上回っているという状態であるとですね、実質賃金は低下したということになります。例えばもうそれは給料上がってもですね、払いが増えたらですね、こう別に豊かにはなっていないでしょ。そのことをご指摘になっています。物価が今回のように コスト上昇で押し上がっても賃金上昇が追いつかないと家計は困窮すると。実際そういう状態になってます。ちょっと言いますね。もうちょっと物価が下がっていても賃金の下落幅が大きいとやはり実質賃金は下がる。グラフはこの基調は1990年以来続き、最近ではさらに下落が加速しているのではないか。株価はそれと無関係である。植田日銀は日本をデフレ局面へ引き戻しかねないということでこの記事は終わっています。途中だいぶ飛ばしましたけど、あれ貼っときますね。今春闘の時期でございましてですね、松田やホンダがですね、組合の要求 7% のベアを飲んだというのがニュースになってました。えらい上昇ですね。しかし松田やホンダというのは大企業という区分に入ります。で世の中のサラリーマンの7割は中小企業に勤めてるんですね。中小企業ではですね、おそらく 3% も賃上げできたらもう上出来だと思います。まだまだですね、その何て言いますかね、こう円安の恩恵を受けてない輸出系の中小企業多いと思いますし、輸入材料を使って何か作ってるような中小企業はですね、むしろ逆風が吹いてまして、製品価格を値上げできてればいいんですけど、なかなかやっぱりね、製品価格を値上げするのは大企業であれば市場占有率が高いわけでしょ。そうすると値上げしやすいんですけども、市場占有率が低い中小企業の場合は値上げしにくいし、大手企業のですね、下請けに入っているとですね、値上げもしにくいわけでして、そうすると中小企業に勤めているサラリーマンはですね、実質賃金が減るということになります。で、日本がですね、インフレ局面に入ったかどうかっていうのはですね、植田さんもはっきりと言明を避けたということでですね、
まあ、実際のインフレには入っているけどもですね、あの実際値上げはしているけどもですね、どうでしょうね、デフレを脱したとは言い難いんちゃうかなと。今のね経済ね、基本的にもよほどインフレ政策をしないとデフレになるんちゃうかなと最近私は思い始めました。なぜかというとですね、もう世界的にですね、人口の伸びがですね、もう一部のですね発展途上国以外ではですね増えないわけですね。先進国ではほぼ止まってるわけですね、人口はどうせ減ってるわけです。なのにですね、物の生産力というものはですね落ちないわけでしょ。大きな戦争でもやあれやですね、お互いの工場を潰し合うんで生産力はガタッと減りますけど、もう生産力が落ちるということはほぼ考えにくいわけだって。そうすると常にですね、製品は生産過剰になって常に需要不足に落ちるわけですね。そうするとデフレ傾向になって、なっていくのが自然ですね。なんでですね、ほっといたらデフレになるというのが今の世界的なこう経済の傾向ではないかなと。だから一生懸命お金の方を増やしてですね、インフレっぽくすると、いや、あるいはバブルっぽくすると、それをこの20年ぐらいずっとやってきたんじゃないかなと。20もっとかな、まあまあ、あの正確に言えば1971年以降ずっとやってきたような気がしますね。はい。なんでですね、バブルは膨らんでということになっていくんですけども、さて19日に上田さん金利上げるでしょうかね。なんかこの記事を読んでると上げそうな気がします。はい、ということでこの産経新聞のこのアドレスを一応貼っておきますね。はい、皆さんどうもありがとうございました。